不自由な奴だ。もしくは家畜だ。エレン！そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。何の疑問も抱かず、ただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。わかるか。お前と俺じゃ喧嘩になんねえからだよ。やめて。やめろ。何が言いたかったんだ。ミカサを傷つけることが君の求めた自由か。